ボーイの日向です。ということでね、2戦連続やってきました神宮球場。神宮では1勝9敗の6連敗、これなんで勝てないので、今日も元気にアイブラックを身にまとってね、昨日は全然効果なかったから、今日こそはルーキーじゃない男森下、9月絶好調中のテルの力を借りてなんとかカーブに勝ってもらいたいと思います。で、今日カーブ注目したいのが秋山と堂林。まず秋山ね、1軍に上がってからまだヒットはないけど、今日先発の吉村に対しては打率8割、水曜の得点圏は3割3分3厘ということでね、この1番秋山の奮起に期待したいと思います。で、続いて今日も4番に入った堂林、昨日は2安打、そして神宮でも3割7分5厘得点圏に至っても6割ということでね、このカープの選手みんな神宮であんま調子良くないんだけど、この堂林だけが気を吐いてるんで、今日も一発に期待したいなと思います。で、一方のスワローズ警戒すべきは塩見と村上。まず塩見はね、カープ戦は打率5割さらに得点圏にいたと4打数4安打の10割、さらに水曜日の得点圏も5割ということでね、この昨日も打たれてる塩見警戒してほしいなと思います。で、村上の方は昨日もホームラン打って、これで神宮でのカープ戦は4試合連続のホームラン、神宮得点圏打率3割3分3厘ということでね、もうめちゃめちゃ打たれてるんで、今日も4番の主砲にね警戒してほしいなと思います。ということでね、なんとか今日も勝って5連敗これストップしてほしいなと思います。絶対勝つぞ。タイムレッドタイムレッド堂林、タイムレッドタイムレッドダオー、神宮得点圏6割だ堂林。めちゃめちゃいいところ、今さら最後ストレート吉村。吉村さん、やめて、やめてマジで、オーマイゴー、マジかよ。2番打率3割7分5厘、高校最近5試合4割5分5厘、どうすなーこれ。2番ドハマりそりゃ、おい、マジかよ、マジで呪いだわ神宮球場、1勝9敗でかいわ、6連敗中だし、マジかよ、おい。いやー、1番塩見に対してもな、際どいコースボールにされてもフォアボールやから、もうマジかい。うわー、待て、おい待て、おい、2000連発はなんやろー、2試合連続や、これこんなことある、マジで。いやー、しかもこれで神宮でのカープ戦5試合連発でしょ、おい、打たれすぎやろ、おい、これありえない、マジで、マジで。おーいけー、やおーいけー、おーいけー、おーいけー、ピンクサーブルで飲むゴール、昨日も2本行った打ってる、今日プロ2回目の4番の堂林の一発、マジで今日も使ってくれ、本当に今日こそ連敗ストップ、ドーバイスの一発を祝して、ドーバイスです、ドーバイス、ドーバイス、いいぞドーバイス、ほんと次も頼むってドーバイス。終盤になってきてカウントも少ない、うわー、うわー、三つまでいってる、ノー、山田マジでよ、対戦対数4割、もう4点差はきついよ、これ今日の吉村のデッキから見ても、おっしゃー、 OK、 切れんな、切れんな、切れんなよ、切れんなよ、 OK、 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 9月得点圏3割、神宮の得点圏も3割3分3人が村上だったけど、よー抑えた大瀬良、攻める、かけんこしよ、オーケーオーケー、よーしよーやった、
会計が終わりに向けるより満塁打率も6割だった内山だけど、よーされたわ。100球も超えた、110球は大瀬良もこの回までだと思うけどな。いやよく踏ん張ったわ。5回3失点 OKOK マジで逆転してくれ、パスアップしてくれ、いけろ OK 行かない、行かないか OK 背中から OK 神宮第3割になるも9人得点圏ことね。神宮は守ってないけど、グッチャー皆さんほら点取ろう、この回サッカーくるさあ、はいはいはい、命かけた勝負の舞台、おーそれやめてやめてやめて、2試合連続で松山が完璧に抑えられてる。これいや、代打ナイスも3割9分5人や、おい代打得点圏も3割9分3人もマジかよ、マジで神宮で打てないし神宮で勝てんわこれ。オッケー、おーマジかマジか、うわーマジか、あーオーマイガー、いやー3割8厘神宮、3割8厘の宮本打ち取ってゲスがと思ったけどな、これここに来てのエラーか。攻めよ、おーっ、いやーいやー、刺してくれ、おっ、イモリアアウトだ、アウトかー、よっしゃー、オーケー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 、ギザエラタブラブラタブラタブラタブラ、よーいちごで試合もね、そんなない中での守備感もあんまない中でのこの送球でかい、オスナもな今日ホームラン打ってるし、2番での得点ゲーム3割だろ5割で、満塁での打率も5割だったけどな、ようやったわ。アンダーソンもよく抑えたし、これはマジ逆転してくれ、逆転頼むこれ、ヤンキーのやつ、大阪ヤンキーになるよな、大阪みんなの野球選手やばい、あ、取って取って取って、終わったー、あー、あー、長岡今日なチャンスで1本出てなかったからもうその借り返されたわ。水曜得点圏3割5分いやーマジでのままあと一歩だったのに、まあ、あでかい、うわーこれはダメ押しやわー、マジでーおーいおーいよーちあるよ、これかいデッドボール、フォアボール、ここで動物園上行こうよ、これ動物園、あなんかもう昨日からポップフライが多いわ、ランナー一塁二塁三塁三塁三塁、もう神宮での得点圏も6割だ、あーマジかマジか、ヘイロジマイワッシュ、よっしゃよっしゃ、カリ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 、いけいけ、待って待って、やってやばいやばい、わーマジか、それはないわ、マジかよ、いや4点差だったからな、もう 100% しかいかないで欲しかったよ、もうでもめっちゃいい送球来たよこれ、いやライトは丸山か、やられたわ、これめちゃめちゃ良けんよ、おい坂倉もな、水曜3割5分6分その数字通りしっかり打ってくれたけれども、もうなあドンピシャ葬儀や、うーわーいつでも取れない腕がいわ、ワンダウト一塁になりましたー、よっしゃー、オーケー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 、無理はすんなよ、無理しなくていいよ、無理しなくていいよ、オーケーオーケー、コウスケオーケー、9月も3分の5人まだあるよ、これまだあるよ、もっと逆転見せてくれ、勝利の
一撃降臨決めろマン。なあめっちゃ詰まってる。神宮も得点行け。神宮もサブウェイサブ3人やけどね。秋山ここ繋いでマジでなんか怒って。おーおい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 、よっしゃよっしゃ。全部捉えてる秋山今日。ただ全部正面これ。マジか。これで神宮のヤクルト戦は7連敗。なんでこんな勝てない。神宮のヤクルト戦もこれ1勝10敗借金9、チームも6連敗。これね、試合振り返っていきたいと思いますわ。まず初回ね、カープチャンス取れなかった後の1回裏、これ塩見、先頭の塩見ね、カープ戦5割のこのカープキラーを厳しいコース攻めてフォアボールで歩かせての2番オスナの選手、スーランホームラン。オスナこのオスナね、2番の打率が3割7分5厘で、これ最近5試合だったら4割5分5厘と、2番にこのオスナがいるヤクルトそら強いわ。でその次山田抑えるも4番村上に2試合連続のホームラン。マジでそれはなくない。これで村上は神宮でのカープ戦5試合連続のホームラン。カープが勝てないのはこの村上よ。本当に肥後より携えしからを今解き放たないでくれ。たら4回の表堂林のホームラン。これ堂林は神宮球場1人金入って3割7分5厘。昨日プロ初の4番で4打数2安打、今日もホームラン打ってくれてね、もう本当に堂林最高。明日も4番だと思うね。ちょっと頼みますわ。その後カープチャンス作るも得点が取れず、7回裏2アウトランナー1塁2塁から長岡のタイムリーヒット。これ長岡もね、今日チャンスで1本出なくて、その後の打席その借りを返すバッティング、神宮得点圏で1割7分1厘だけど、水曜日の得点圏にとったら3割5分も打ってるこの長岡、これでダメ押しとらってね。ただ8回表ワンアウトランナー1塁2塁のチャンスを作るも無得点。9回表ワンアウトランナー2塁3塁のチャンスを作るも無得点。ところ神宮の得点圏で全然投手でヤクルト投手、イングレの得点圏はチームでも2割2分5厘これ打ててないからね。いやーマジでこれで1勝10敗でしょ。今日阪神が勝ってくれたおかげでね、ジャイアンツとのゲーム差チームアナウンス済んで、で明日も現地もうそろそろ勝たせてくれ。明日は遠藤と高橋奎二ってことでね、もう本当になんとか連敗をストップしてほしいなと思います。はい、これからねまた家帰って深夜の故郷恋夜が登場するね、夜遅くなるかもしれないですけど、またよろしくお願いします。明日こそ勝って。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。